緑色の和表示状態が各駅停車。赤色ダイヤモンド表示状態が急行列車。ニューヨーク市地下鉄7系統はニューヨーク市地下鉄 A ディビジョンの運転系統。カラーは紫で IRT、フラッシング線を通っている。フラッシング、メインストリート駅から34丁目、ハドソンヤード駅を結んでいる。フラッシング線の急行運転は ラッシュ時のみ走るようになった。ニューヨークの地下鉄では、珍しく、一つの路線のみを走行し、かつ、他系統との乗り入れのない路線であるである。マンハッタンを42丁目地下で横断し、その先は、クイーンズとを結ぶ。路線生誕は長らく、タイムズスクエア駅であったが、2015年9月に34丁目、ハドソンヤード駅へ延伸された。クイーンズでは、 74丁目、ブロードウェイ駅では、ラガーディア空港へのバスと接続しており、同空港へのアクセス路線の一つ。また、メジャーリーグベースボール、ニューヨークメッツの本拠地の最寄り駅メッツ、ミレッツ、ポイント駅があり、地下鉄では、唯一のアクセス路線となっている。基本的には、全線の各駅停車が運行されるが、平日朝のマンハッタン方面と、夕方前から、 夜のクイーンズ方面には、急行がクイーンズのクイーンズボロプラザ駅メッツ、ウィレッツ、ポイント駅間で通過運転を行い、これらはおおむね交互に運転される。昼間は平日5分間隔、土曜6分間隔、休日は6から8分間隔で運転されている。深夜運転も全区間で行われている。時間帯欄に青色で示した駅は、 試合開催時の臨時休校の停車駅である。ありがとうございます。